ユリア、そんなものどうしたんだ。こうだや、盛岡でバスに乗る前に。器用なやつだな。チャグチャグうまっこいうんやて、これ知っとる、そんなの。盛岡ではとうとうどこへも行けなかった。ホテルとコンサートの会場を往復しただけで、俺は今弘前へ向かうバスの中にいる。わんこそばも食べてみたかったし、石川啄木の生まれた村へも行ってみたかった。弘前へは12時頃に到着します。それから弘前はねぷた祭りの最中で観光客も詰めかけてごった返してるから、全員会場の外へは出ないようにしてください。夜の公演が終わったらそのまま秋田へ向かって出発します。ねぷたか。けど俺、弘前には会いたい人がいるんやけどな。ねぷたいうのは七夕祭りの行事や言うやないか。男と女が久しぶりに会うにはもってこいの夜や。佐々木守作、北の墓標。出演は沢田研二、アンナ純、他の皆さんです。あなたはすっかり疲れてしまい、生きてることさえ嫌だと泣いた。冷たい体合わせる。青森県の地名をなぜか好きだ。恐山、野辺地、浅虫、黒石、達比崎、三間屋、鰺ヶ沢、御所川、そして弘前。サンドチェック行きましょう。ステージへ来てください。ねえ、ちょっと街出てきたらいかんやろか。何言ってんの、町はねぷた祭りでごった返してるし、だってそんな時間ないよ。早くしてくれよ。ほーい、はい、行きましょう。頑張っていきましょう。それでは、完成を。あの人は来てくれてるやろか。もう13年も昔のことや。俺のことなんかとうに忘れてしもとるかもしれへんな。いや、来てくれる、きっと来てくれる。俺が覚えとるんやもん。俺が忘れとらへんねんから、きっとあの人かて。何気ない幸せの裏に、どこから来たの？弘前。あなたは？青森。あなた？東京です。その一番好きな歌は何？うん、そうだね。うん、壁際に寝返り打て。あ、なんだっけ？なんと勝手にしようやないか。ダーリンだ。ジミーの一番好きなとこは？いつまでたっても可愛いところ。あ、そうなの。それで知ってる歌全部言ってくれる？さよなら勇気もない。勝手にしやがれ。ダーリン。ダーリン。あの、何だったかな、侍。おい、窓閉めろよ。せっかくの冷房が逃げるじゃないか。津軽富士や。窓閉めてえな。ええやないか、しばらく見せてくれたって。岩木山なら窓閉めても見えるだろ。お岩木山を見るときは、津軽の空気の中で見んと。
随分遠い昔になる。俺がまだ京都の高校で生意気盛りの頃、仲間と些細なことから血みどろの喧嘩をして、ふらりと東北へ旅に出た。地名に惹かれて吹雪の津軽平野へやってきたバカな高校生だった。小屋、田んぼの真ん中の。俺ダメ、シャツからパンツまでびしょ濡れよ。あんたもさあ、いらっしゃい。こんな時は肌と肌でぬくめ合うのが一番いいの。もう僕大丈夫ですすいません。怖いの？いや、僕風邪をひくわよ。いや、平気です。もう私に風邪をひかせるつもり？さあ、お互い死にたくなかったら。ちょっと待ってください。高校生ね、まだ。おとなしくして、動かないで、そっと温め合いましょう。変なものね、死のうと思ってさめよってた私があんたを助けてしまうなんて。死ぬやみそうもないわね。地吹雪、焚き火、白い雪、暗い夜、重ね着、雪を。あなたはすっかり疲れてしまい、生きてることさえ嫌だと泣いた。壊れた体合わせる何の音や？つららが落ちてるの。よく眠ってた。天気や。そう、昨夜とは大違い。俺いいわよ、洋服すっかり乾いてるわ。何？俺何か、ん？寝てる間に俺失礼なことしませんでしたか？失礼なこと？いや、何もしなかったらそれでよろしいんですけど。したわ。とっても失礼なこと。すいません。お姉さん、私に死ぬことを諦めさせた。せっかく決心したのに。また生きて生きていかなきゃならなくさせてしまった。よくわからないんですけど。いいわね、若くて。そうですか。若いってええことでしたろうか？肝心です。仕方がないわ。一度死に損なったら生きていくしか。なんで死のうと思わはったんですか？何でもいいでしょう。
失恋でも人生に絶望したのでも、女が死にたくなる理由はいくらでもあるわ。帰るんですか？もう一人で歩けるでしょ。あの、ここら辺の方ですか？生まれた時から追い脇さんを見て育ったわ。ちょっと待ってください。名前を。ゆき子。ゆき子。雪の中で会ったんだもの。ゆき子。大阪難波市場。タイガース。上京。僕のマリー。君だけに愛を。ジュリー。許されない愛。過去からの風が吹雪いてくると、夏が荒れて荒れて塵になる、冬が燃えて燃えて灰になる。1978年8月、弘前、猛暑、雨のない夏、干からびた列島。あの人は来てくれてるやろか。ステージからは客席がよくわからない。闇に沈んだ客席、一息で熱狂。その中にあの人はいてくれるだろうか。ユキコ。ジュリー、花束届いてるよ。あ、どうも、ありがとう。なんだこの花束、名前ないじゃないか。ドカーン。まさか爆弾でも仕掛けてあんのちゃうやろな。ちょっと見せてよ。どうしたんだ。森本ちゃん、この花束いつ届いた。たった今、楽屋口で女の子が来てね。どんな子やった。女って、女の子は女の子よ。おい、どこ行くんや。もうじき夜の部が始まるよ。ゆきこさん、僕です。覚えてるでしょ。待ってください。すいません、ちょっと通してください。すいません、ちょっと、ゆきこさん。待ってください、ゆきこさん。ゆきこさん。ジュリー、何してんの。悪い、もうちょっとだけ。ダメだよ、夜の部に遅れるよ。さあ頼む、帰ってくれよ。もたもたしてたら人に囲まれて動けんようになるぞ。
僕の命の恩人や。そやけどあの人も確か僕に会うたために死ぬことを諦めた言うたった。ということはあの人にとっては僕が命の恩人や。ええやないか、ねぷたの夜、命の恩人同士の再会。けど妙やな、さっき会うたあの人は13年前と同じやった。なんでや、なんであの人は13年前と同じなんや。言うなよ、すぐ秋田行くんだ。遅れたらタクシーで追いかけるから。何言ってるんだよ、こんな日にそう簡単にタクシー捕まえられるかってんだよ。森本ちゃん出してやれよ。だけどね。ええやんか、俺たちが秋田で寝る時間を1時間か2時間遅らせばええんやろ。行ってこいよ、待っててやるよ。すまん、まおきに。の連続送りねぷたは女の顔けど、俺はたった一つの顔を求める。吹雪のよ、白い肌、消えかかった焚き火、ぬくもりの面影。の明かり、遠い城、路地、細い道、薄暗がり。ユキコさん、やっぱり来てくださったんですね。待っててくれたんですか。僕です。覚えてるでしょ。いや、覚えてるからあなたはくれたんですね。僕ですよ、ユキコさん。いいえ、私は夏子。夏子です、私。夏子、花束を届けてくれと言ったのは母です。お母さん。ええ、母です。そうか、そうやったんか。いや、変やと思ったんやけどね、あれから13年も経つのにちょっとも変わったらやもんね。おかしい思ったす。そうやったんか。何がおかしいんですか。母は今朝亡くなりました。死んだ。ユキコさん、せっかく会いたいのに、あんたに会うのを楽しみに来たのに、あんたどうして、どうしてこんな姿に。泣かないでください。母はやっと死ねたんです。やっと。はい、父が亡くなって以来、母は私も死んだのと同じだと。母はそれほど父を愛していたんです。お父さんが亡くなられたのは13年前の冬でした。父を葬り、私を実家へ預けて、その時母は本当に死のうと思ったんだそうです。13年前の冬。でもなぜか母は死にませんでした。幼い私のことを考えてくれたんでしょうか、それとも父の面影を抱き続けていこうと思ったんでしょうか。それ以来
母のただ一つの楽しみはあなたのレコードを買うことでした。なぜかあなたのレコードを。ゆき子さん。はい、母の名前です。それじゃあの時あの人は本当の名前を俺に。遠い冬、遠い面影、遠い肌、目の前の少女、目の前の家、目の前の愛の泣き方。体の絆治せるけれど心の痛では癒せはしない。小指に食い込む指輪を見つめる。あなたは昔を思って泣いた。時の過ぎゆくまま男と女が漂いながら、もしも二人が愛せるならば、窓の景色も変わってゆくだろう。アリザの微笑み、シーサイドバウンド、銀河のロマンス、花の首飾り、あなたへの愛。やめてくれ。もうやめてください。なぜ母があなたの歌が好きだったのか分かりません。そしてなぜあなたがわざわざこんなむさ苦しいところまで来てくださったのか、それも私には。それでいいんです。知らない方がいいです。お願いがあります。母の供養にあなたのレコードを川へ流したいと思います。レコードにろうそくを立てて。レコードにろうそくを立てて。一緒に流してくださいますか。おそらく僕も忘れることができるかもしれない。どうもすいません、お待たせ。 OK、 じゃあ出発。溶けて霧になる。
れはいつか見た出来事、いつか見た、いつか見た、いつか見ていた、覚めないままの時は悪夢さ。ただいまの出演、沢田研二、アンナ純、劇団青年座の皆さん。作、佐々木守。音楽、井上隆之、高見博。技術、石塚徹。演出、島田玄良でした。